ゴンダールはエチオピアのアムハラ州にある都市。1632年から1855年にかけてエチオピア帝国の首都だった。タナコの北東に位置し、標高2000から2200メートル。2015年の人口は32万3900人。エチオピア最初の定住首都として柱ダスミカドにより建設される。地形に対応して様々な住区が広がり、 ソロモン町、ゴンダールキに建設された三つの王宮群が現存する。その中でも最大級の王宮群であるファジルゲビには、歴代の皇帝が建設した六つの宮殿や十二カ所の縄文が残されている。それらは、1979年にユネスコの世界遺産に登録された。六百三十年に皇帝に即位したファシラダスが、新たな都の造営事業を開始したのが、 ゴンダールの始まりである。1632年、ポルトガル人やインド人交渉の参加を得て、王宮ファジルゲビの建設が始まった。1682年から1706年のイアース一世の時代に最盛期を迎えた。この頃、エチオピア人の交渉が独自に造営工事ができるまでになった。このようして生まれたゴンダールは、ヨーロッパの王宮都市とは大きく、様相をことにし、 王宮軍の周囲に諸行を集めながらも、その軍営がそのまま居住区に発展した。加えて、民族による住み分けが基本とされ、定地にはムスリムの居住区、町外の谷間にはユダヤ人の居住区といった具合に全体として分散した街並みを形成した。18世紀中期には地震や紛争が続いたことで衰退が始まる。1855年に皇帝で驚す二世が、 デブラ・マルコスに戦とすることで帝都の地位を失い、皇帝勢力からの二度にわたる攻撃、スーダンのマハディスとの略奪で人口の多くが町を去った。1936年から1941年のイタリア占領期には、イタリア領東アフリカ帝国アムハラ州の州都として、コロニアルな都市計画が実施に移され、市外北部を中心に、 イタリア人居住用の新市街が建設された。1974年に発生したエチオピア革命と、その後の社会主義政権時には、ゴンダールの発展は停滞した。1979年、ファジルゲビが世界遺産に登録された。1991年の社会主義政権崩壊後、農村部からの人口流入が著しく、また、 スーダンからの石油輸入路の中継地として発展が見込まれた。2000年より中心部の歴史的外区の保護と終焉部の新市街地整備を起こしとしたマスタープラン改定事業が行われ、慶応義塾大学がアジスアベバ大学と共同してその作業を担当した。世界遺産とスラムが混在する街並みについて新たな歴史環境保護の整備指針が議論されている。 現在はエチオピアを代表する観光地として知られている。ありがとうございます。